皆さんこんにちは、はちまるです。今日はね、タイヤについてお話をしてみたいと思います。皆さんタイヤそれぞれこだわりありますでしょうか？実はね、はちまるはそれなりにあるんですよ。で、何にこだわってるかというと、まず第一に静粛性で、第二にグリップ性です。で、まあそれにウェット性とかいろいろあったらいいんですけど、全体的にね、全てが100点満点なんてタイヤは絶対ありえないんで、例えば静かなタイヤってどうしてもグリップ落ちますし、グリップがね強力なタイヤってやはりうるさいんですよ。相相反するこの要件をね、両方好事件で満たすなんてことはやっぱりちょっと無理なんですよね。で、じゃあどっちに重きを置くのって言われると、私の場合はやはり静粛性です。で、静粛性という観点から、3年前から履いているのがこのタイヤ、ダンロップのルマン LM703 というタイヤなんです。で、これを選ぶ前はね、実は横浜のデシベルを履いてました。まあ、デシベルもご存知の通り、あの静粛性ねを目指したタイヤなんですけど、この LM703 っていうダンロップのタイヤはテレビの CM でも皆さんご覧になってるかと思うんですが、路面からのそのロードノイズを吸収する吸音スポンジというやつをタイヤの内側に、そのスポンジが張り巡らされてるんですね。要はスポンジで吸音しようよっていう考えなんですよ。で、これを履いてですね、あ、確かに静かになったねっていう印象は受けました。なんですけど、やっぱり人間ってね、慣れって怖いもんですね。最初はそう思ったんですけど、もう3年も同じ音を聞いてるとね、やっぱりうるさいなとか言って思い出すんですよ。これがまあ身勝手なもんでね。で、まだね、タイヤは結構5分山6分山ぐらい残ってるんですけど、もうちょっと静かなタイヤ欲しいなとか思って、で、会社でね、いつもあの車のことを相談してるというか、会話してる友達に相談したんです。どこのタイヤいいかなとか言って、で、え、八村さんタイヤ買い替えんのって言われて、そうよ、それが何かって、買い替えなくてもまだ溝あるんでしょって言って、あるよ、じゃあいらないやんって、え、なんで、だって八村さん車最近使ってないでしょって言うんですよ。正解、大正解。まあまあそうは言わんといてよっていう感じですけど、で、買い替えるとしたら、同じダンロップだったらね、今あのルマン4っていうやつが出てるんです。で、それと以前から気になってたビューロ302というのがあって、これね、ルマン3、私が履いてる LM703 の後に出た VE302 というやつなんですよ。で、比較表があるんですね、この性能比較表。これでね、ちょっとこの矢印のところ点滅しますけれども、ここ、注目してください。静粛性、左側のルマン4とここのビューロ302、丸が一つ違うでしょ。ビューロ302は満点なんですよ、静粛性が。えっていう感じですよね。あら、こっちの方が上なのっていう感じで、ちょっと驚いたんですけど、やっぱり後発のシリーズの方が性能が上なんですかね。でね、ちょっとあのダンロップさんのサイトをいろいろとちょっと研究しようと思って見てみました。で、このルマン4も同じく吸音スポンジ、 VE302 も吸音スポンジなんですけれども、まずルマン4についてはですね、私が今履いてるルマン3から十何パーセント静粛性が向上してると歌っています。あとエコ性能ですね、それからあのウェット性能も向上していると。まあ今より静かになるんだったらそれはそれでいいのかなというのも一つの回なんですけど、まあ、どうせなら最上級の、現時点で最高の静粛性というのが欲しいじゃないですか。どうせ買い替えるならね、まあ1万2万の買い物じゃないんで。で、そう考えた時に、いや本当にルマン4でいいのかなというのがちょっと頭をよぎりました。で、こういろいろとね、新たにその、コンピューターで解析シミュレーションをして静粛性を向上とか、まあ、いろいろ歌い文句は歌ってますけど、結果的には自分の耳がね、あ、やっぱりこれは静かだとか、まあ、変わらんとか、うるさいとか判断するわけですから、いくらこう文字をね並べたところで、まあ、それをねどう
考えるかなんですけど、買ってしまってからねタイヤ交換っていうわけにはいかないんで、ここは本当に慎重にね何度も何度もカタログとかウェブサイトを見ましたよ。で、VE302 については、最上級の静粛性って書かれてる通り、まあ、カタログもねさっき静粛性は満点だったんですけど、これすごく気になってたんですよね。ビューロの方がいいんだろうかと。いやでも待てよと、以前履いてたレグノってどうだろうと、レグノになるとね私結構だいぶ前に履いて以来なんですね、もう10年以上前かな。レグノ GR3000 とかね、だいぶその番号がまだ桁が小さい時の、レグノしか知らなかったんですけども、今もう9000とかなってますから、ちょっとその辺でね、ブリヂストンさんのホームページからじゃあレグノの最新のタイヤってなんだろうと思ってね、こうざーっと見た時に GRXT というのに目が止まったんですよ。え XT、 その下に GR9000 ってあるけど XT とは何ぞやという感じですよね。2月発売予定。えこれ何、なんかいかにもなんか先進的なというような型番がついてるけどと思ってこう見ていると、これ東京大学の教授の方といろいろと音響工学を、まあ、ベースにですね、そのロードノイズの発生シミュレーションとかいろいろ解析してるらしいんですね。で、あこれはすごいなと。でさらにすごいなと思ったのはこのグラフ、しかも GR9000 と XT 現行のモデルで比べてるんですけども、要はうるさい路面と静かな路面のその音量の差がね GR9000 よりも XT の方が音量の差が小さいですよって言ってるんですよ。ということは全体的に荒れた路面に行こうが、綺麗に整った路面に行こうが音量の差がそんなにないですよ XT はって言ってるんですね。あそうなんだ、これはすごいよね。確かにね、私が今履いてる、LM703 っていうやつも荒れた路面に行くとそれなりにこうノイズが急にガーッと増えるんですよ。ゴゴゴーって。静かだとは思うんですけど、やっぱり比例して増えるんですけど、その差が少ないですよ XT はって言ってるんですね。ああそうなんだと。しかもエコについてもちゃんと考えてますと、少年ピタイヤなってますって歌っています。ふーん、これだけ見るといいことだらけですよね。でね、かなり私これに傾いたんですよ GRXT に。うん。でね、でね、ちなみに私が今履いてるタイヤサイズって、205-65-15 なんですけど、205-65-15ってね、ちょっとこれ 今じゃありえないですよ、うん、何がありえないかというと、まあ、同じホンダで言うとね、今ストリームとかオデッセイあの辺でも215履いてるんですよ、60とか55とか205-65-15の 3000cc 以上の車ってないよね多分今頃このご時世で。ねとうとうもう決めちゃいました、これにしようと思って。で昨日ね、タイヤショップに行って、タイヤを今これ交換しているところなんですね。はい。で何に決めたかというのは後でちょっとお話ししますが、これもう出ちゃったか、レグの GRXT これにしました。でね、ちなみに参考価格を言っとくと、ルマン4だと52,000円4本で、でビューロだったら59,000円ぐらいだったと思います。でこの GRXT はねいきなり飛ぶんですよ、72,000円だったと思います。で俺はもうこれにしちゃえとか思って、これにしました。でね、今日は、買い替えたよっていうだけの話で終わるとちょっと皆さんね聞いてつまらないと思うんで、私もちょっと手の凝ったことをしました、実際に履き替える前、そして履き替えた後、これでロードノイズを皆さんに、今日は実際お聞きになって比較していただこうと思っています。はい。でね、私が、選んだ路面としては4種類。一つは最近舗装された新しいアスファルト路面、それからずっと以前からある使い古したアスファルト路面、そしてですねちょっとこう亀裂が入ったりデコボコになってる傷んだアスファルト路面、そして、最後が傷んだコンクリート路面で、このコンクリート路面に至ってはですねちょっとシチュエーションが違うんですけども、これは唯一トンネルの中になります、コンクリート路面だけは。
はい、囲まれた空間であるということはちょっとお間違いないようにお願いします。この4種類でね、これからそれぞれ履き替える前にガーッとその4種類の路面を走ってきた音と、履き替えた後で4種類の路面を走った音を実際、このソニーの PCM レコーダー、M10 というやつがあるんですけど、これで収録しましたのでお聞きください。
いかがでしたでしょうか。これ履き替えた後のタイヤが写真が写ってますけど、レゴの GRXT、皆さんにちょっと注意しとい最初に注意しといた方が良かったかなと思ったのがですね、結構低温成分なんで、先ほどのそのロードノイズを比較していただく上では、低音がかなり再生できるスピーカーでないとちょっと音がね出てこなかったと思うんですよ。そういう時はね低音が再生できるヘッドホンかなんかででも聞き比べてみてください。で、まず結論から申し上げますね。私が聴感上、思ったのは、音量は大小別にして、なんて言ったらいいんかな、静かになったなという印象はすごく受けました。それも2段階ぐらい静かになったなっていう感じを受けたんですよ。でそれはね音量の大小ではないです。はっきり言って耳障りか耳障りでないか。でそれはねカタログにも確かに書かれてたんですね。同じ音でも心地よく感じるか不快に感じるか、その周波数成分によってやはり人間いろいろとそういう感じを受けるみたいなんですけど、同じ音量でも不快に感じる音、それとも心地よく感じる音ってありますよね。でね、音色がそういう風に変わった気がします。だから結果的に静かに思える、それはね間違いないですよ。で、もう一つが、別に悪いと言ってるんじゃないんで誤解はしないでほしいんですが、このルマン3よりも GRXT の方がね、ちょっとね路面に張り付いてる感じがすごくしました。なんて言ったらいいんかな、ルマン3の方はね段差を行くとやっぱりちょっと跳ねる感じがあったんですけど、 GRXT はへばりついてるんですよ段差でも。なんてなんかうまいこと言えないですね、ごめんなさいね下手なレポートで。ねちょっていう感じがあります。で実際こう指で押してもねタイヤを粘土をしてるみたいな感じなんですよ。でルマン3はね違いましたね。あ、やっぱりタイヤ押してるっていう感じがしたんですけど、わかります？その押した時の押し戻し感っていうんかな、低反発枕を押してるような感じですよ GRXT って。わかりやすく言うと、んって押すんだけどなんかグググッと押し戻してくるような感じもあるんですね。粘土かみたいな。でね、それがその食いつき面で言うとなんかねちょっていうのが多分ぴったりだと思います。割とね安心できるタイヤか、まあ安心できるというか、食いつくタイヤなんかなと。まあカタログ上はドライ性能とかねあまりそんなによくはなさす、まあよくはないって言ったらおかしいですけど、そんな満点ではなかったんですけどね。ということで、ちょっとお値段少し高いんですが、この GRXT、 もしね同じレグの GR9000 を考えられてる方がおられたら、絶対 XT ですよ。これね本当にこんなことしていいのかなと思うのがブリヂストンさん、この XT の性能比較に現行の GR シリーズのそのね、販売してる9000をね比較対象に持ってきてるんで、こういうのありとかって思うんですけど、それと比べたらねどう見ても XT の方がかなり上なんですよ。でねお値段はそんな9000と XT って僅差です、差はそんなないですので、ぜひ私これにしてよかったなと今本当に思っています。大満足。